表紙むずいなこれな。ババン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 。ネロちゃん、ネロちゃん、お願いします。ネロちゃん。待て、またこれだ。また。行きます。お願いします。お願いします。お願いします。ワンツーシーハーシーハーワンツーシーハーツーシーハーあ、ユー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 ハーツーユーユーハーユーユーユーハーツーウェー音量調整むずいなこれな。ババン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 はい、ヌーちゃんゼロヌーちゃんゼロにしよう。何そのテレビ BGM あるけどよくあるけどその音量調整しようから一番あるけどでかいいやあるけどダダ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 おい今おいネロちゃん先に着いたのになんで直さなかったのよ。なんで直さない。なんで直さないのネロちゃんは。あ、直った。ネロちゃん。直った。オッケー。直った。直しました。直ったじゃなくて。え？直しなよ。ベベン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 ベ。あれあれネロちゃん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 じゃん。切った。ネロちゃん切ったっしょ今。ネロちゃんネロちゃん。お願いします。ネロちゃん。またまたこの湯でまたこの湯で。死にすぎじゃない。死にすぎじゃない。またゴミで。死のゴミすぎ。なんでマモンが。すごい。死にすぎだって。死にすぎだって。すごい。何が。意味わかんなかった。どうなってんの。キッチンで沸いて。お店も入って、はっちゃんがいたんすよ。で、僕が、俺ジャッカルですって言ったら、え、なんでクラマ君死んだの。あ、シェルフで俺撃ったの。モンズ野郎と一緒にダブキルしましょって。俺の本当に音量ゼロにするやついる。もしもし。クラマ君。あの、もすもす。あ、そう、あ、もすもす。あ、聞こえてます。あ、よかったよかった。あ、聞こえました。うん、バグで、うん、バグでゼロになってみたいだから、あのネロちゃん、みんながなんかネロちゃん直さなかったって言うだから用語かなと思って。関係なかろう。切っちまいました。だったらもう、だったらもうあっこでずっとふざけるからねえ。宿舎でずっとふざけるから俺が用語だったら。何それ、もやもやサマーズのナレーションみたいな声。何それ。これは喋ると自動的にこのイントネーションに。もや様や、もや様だ。もや様のナレーションや。いろいろ導入してくるな。あれか、マスクかぶってるせいか。極めて普通に喋ってるんだけど、この喋っていくとこういう風になるんですよ。今の途中で変えんな。ちょっと詩人さんってこと。あー、待って待って待って。どっちがシェリフかわかんないけど、ホムさん切ってる方がシェリフっぽく見えちゃってる。メッスさん開眼してるな、でもこれ。じゃあ、うん、そうだよ。え、シェリフ、トシザシェリフって言った。カタカナでシェリフって書いてます。誰切ったの。なんでカタカナって言ったんだよ。誰切ったんですかね。あの、なんかすごい殺人が起きてたんで適当に。誰が信用すんだよ。もうやっちゃえと思ってやっちゃえと思って切れたんで。誰が信用すんだよ。そうなんだよ、こいつ。誰切ったか分からない。通報せい。多分中野っちさんかな。中野っちさん。クソ人やもんな、これもな。これもクソ人やもんな。で、年下のさんを切って、あ、そうですよね。やつられそうだな。でも間違いなく僕がシェリフというのを今つけましたよね、ナスピョンさん。中野さん切ったって言ってるんで。つけました。いや、なんで人外なの？なんで？なんで？中野さんがなんで人外かと思ったかってですか？はい。あのわちゃわちゃの中で。お、どうも。工藤新一です。あのね。お、
来た。新一聞いたんだよ。あのごちゃごちゃの中で中野さんは言っていた。言ってねえ。あれ人外だ。あのこそこそ声によっても私は聞こえますよ。知人さん、チェックメイトでお願いします。誰？工藤新一です。すごいな。何これ。毎回5人以上死ぬんだな。コミュで。そうだね。なあ、なんだその、なんだその式、初めて見たぞ。ひどすぎるわ、しかも信じ。いや、笑うな、それで。気持ち悪いから笑うな。え、じゃあこれ、詩人さん釣っておしまいでいいってこと？いや、ちょっと待ってくれ。おっと、どうした？さっき、ちょっと待って。メスさんの聞こう。メスさんの聞きましょう。いいかい？喋っても。はい。私、なんと。あの役職でした。もうもったいぶんだよ。どのどれ、ついにピンポイントで捉えてしまいました。あの役職です。もしかしてどれや、伸ばす、よろしいですか、発表しても。伸ばすな。あの役職発表まで残り30秒。長いわ。あ、しんどいわ、そのカウントダウン。じゃあよろしいですか、皆さん気になってるので発表したいと思います。はいよ。まあなってもないけど別に。腕始まるものです。始まるもの。もうめんどくさいわ。うんこやろう。おい、これはすつい先生。うい、しばうんこやろう。やっすぐうんこやろうでしょ。いいのか、そんなこと言っちゃって。俺の今のこの今後の発言が、この村の勝利不勝利を、敗北か。無駄なってこと。勝利不勝利。勝利不勝利。この村の運命を占い、占っていると言っても過言ではない。そう。あ、もう占ったんだ。正解、真実はいつも一つだ。誰を占ったか、わかるかい？知らんならもうあれだろうな。当ててみな。しんどいクイズ、何それ。私何歳と思ってくれ。しんどい。僕の IQ についてこれるなら、君が僕が誰を占ったか分かるはずだよね。低いやろ IQ。 だるいわー。おい、90ぐらいだよ。 IQ サプリとか一文字ずーず。おい、答えてみろ。お前が答えられなければ今日からお前のことをクズと呼ばせていただく。だから、詩人さん占った、じゃあ。いや、占い方は分かんなかった。当たってるやんわ。はぁ、どういうこと、何言ってんの。一緒にいないとつかないからね、占いボタン。そういうしようか。時間がない。そうそう。正解は、詩人さんを占ったんだ。インポスター陣営。さあ、当たるというのが。あとは、あとはみんなで考えてくれ。なんでズズなんだよ。なんでズズなの。終わったやねえか。なんでズズなの。吠えてるわ。だいぶ肥やされてる。ねえ、あれ、あれでしょ。おい、やり直すよ。じさん切りすんの。笑ってるわ。おい、声変えて笑わないで。じさん、バカ占い師。バカ占い師。誰がバカだ、おい。バカ占い師。IQ 低く占い師。おい、誹謗中傷よくない。
何の情報も IQ5 の占い IQ5 占い誹謗中傷よくないIQ5 占い師誹謗中傷よくない殺すととか殺すととか言うてるやん自分議論全部使って死んだなあなあ占い重なるっていう重なると占えるんだね、初めて知った。そうだよ、そうだよ。いや、学びだねーためになったねーいや、もう違ったよ。ためになるよーめっちゃおもろかった。ためになるねー。用意したやがったらもう分からんわ、ほんまに。一番いらん議論だな。